戦メンバーはモーニング娘。から石川梨花、ドキドキの初挑戦加藤愛、夏だ祭りだやる気十分藤井望、いつかはハワイの海でダイビング、ココナッツ娘ミカ、レッツトライだ頑張れレバー、いつかはイルカと一緒にダイビングだ松浦綾。昨日はダイビングの基本ミミヌットハンドシグナルを勉強、さあ今日は機材をつけてのブリーフィングです。お尻が濡れてる。ハロープロジェクト6人娘のダイビング初挑戦、この日のためにオーダーしたピッカピカのウェットスーツだけど、みんなスーツを着るだけで悪戦苦闘、一体この先大丈夫なんだろうか、なんだかとっても不安になってきた感じ。はい、じゃあこれから使っていく機材について簡単に説明していきたいと思います。はい、これから皆さんが使っていくものが一人一人目の前にあると思うので、じゃあ説明の前にちょっと持ち上げてみましょうか。はい、足に落とさないように気をつけてください。せーの、おお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 おタンクだけで10キロぐらい。皆さんスーツ着ますよね。はい、スーツを着ていることでかなり浮きます。でそれもその後に、あの機材の説明の後にシュノーケリングを先にやりたいと思いますので、その時にどれだけ浮くかっていうのを試しにやってみたいと思います。これを加えて呼吸をします。まずは水中で呼吸をするときに必要なレギュレーターの使い方を勉強、これができないと水中で呼吸できないぞ。さあ初体験の6人娘、みんなちゃんとできるのかな。加えて呼吸をしてみたいと思います。入れたり出したりする浮力の調整具になります。じゃあ赤いボタンをちょっと押してみましょう。おー、